サトシポケモンマスターになってしまい、アニメ卒業へ激震が走るたけしたちの反応集。ピカチュウどうすんの？何放つの？カヌーで別の大陸に連れて行き放す。ピカチュウはメスのピカチュウと一緒に去っていく。ラスカルパターン。原作版ならピカチュウ死んでしまう。最後、冬の教会で僕はもう眠いんだって言って天に召されるんだって。じゃあクッタも誘拐卒業だのもハイラル卒業。残り物選んだだけのくせに、君に決めたとか美談のように語るサトシ濃すぎやろ。ゲーム新作のピカチュウの鳴き声がアニメのピカチュウの声じゃなくなった。ポケモンの人気やコンテンツはテレビアニメ、サトシが主人公のものだけじゃないし、ゲームの方がメインだしまあ。じゃあカスミとタケシは復帰な。ゲーム出すたびに帰ろよ。10年後に人類とポケモンに失望して滅ばそうとするラスボスとして登場。世界一の大会で優勝したら10歳の子供がポケモンマスターなの？あ、野生のサトシが飛び出してきた。サトシ GP がスタートするから、中の人も声がきつくなってきたとか言ってなかったっけ？サトシの方のヒゲみたいなのは何なんだよ。他のキャラにはないし。もともとはちゃんと影っぽかったけど、納期が迫っている時とかに簡略化されていって今みたいなヒゲみたいになった。切るならロケット弾もでしょ。声優大御所すぎてできないのかもしれないけど、作り師の都合を視聴者より優先したらダメ。マジレスするのもなんだが、今は1シリーズにおいて、数えるくらいしかロケット弾の出番ないよ。もういい加減世代交代で、映画版でゲストで出るぐらいでええやん。別にサトシなんかはどうでもよくてピカ様の去就が問われてるだけやろ。次回からシゲル、次はフトシ。卒業じゃなくて降板でしょ。サトシはレッドみたいな恋でええ。キャラビジネスなんだから昔のアニメのフォーマットにとらわれる必要はない。もっと自由にやるべき。そろそろ異世界転生すればいいんじゃない？ピカチュウを愛し戦い続ける人生も終わりか。チェンソーマンと似たラストになるのかな。生姜焼きうめえ。タブー解禁の見出し見て、ポリゴン復活かと。なあ、ススキの Y 関係。とうとうロケット弾がメインの時代が来るとは、息の長いコンテンツなのに思い切ったことをするね。一回卒業させようとしたけど、結局ダメだったじゃん。今のガキもポケモンやってんの？サトシは俺が少年だった時からずっと少年だな。自分が若い時から見てるけど子供たちもポケモン卒業してしまった。サザエさんとキソラじゃなかったんか。XY 忘れたんか？わら、散々煽ってアランに負けたんだぞわらわら。年齢設定上げて声変わりじゃダメなのか。つまりラスボスになるんだな。サトシは大人になったのだ。それなのにお前らはいつまで経っても。ポケモン全く関係ない CM でペットだぜとか言いまくってたけど、あれよく任天堂黙認してたよな。わざわざ卒業させるメリットないだろ。サトシとピカチュウは任天堂のレジェンドだぞ。サトシは殿堂入りしました。うちの小学生は悲鳴なんてあげてないぞ。何も気にせず見てる。嘘やろ、やめてくれよ。優勝してマサラタウンに凱旋したら、母親と王木戸博士の子供が何人もいて、それが次の世代の主人公にすればよい。卒業だけが理由でしょうか？こうやって切り離さないと大人になってもいつまで経ってもポケモンから離れられないピーターパンたちがいるんだよ。カスミ、ヒカリ、アイリス、セレナ、アローラ組は出たんだし、中の人の事情はわかるけど最後にハルカもチラッとでもいいから出してくれ。ポケモンに関わらずに生きていける世界じゃないだろう。卒業もクソもない。卒業したら23年前に必ず迎えに来ると約束して別れたピジョットはどうなるんだよ。よくわからんがサザエさんの、カツオがいなくなるようなもん。主人公や世界観を新しく、作画、ストーリーの質を上げて、新しい新作ポケモンアニメを作ってほしい。ポケスペをアニメ化してほしい。最後にピカチュウに雷の石使えよ。ポケモン卒業した大人のサトシも見てみたい。サトシは卒業して次の主人公は闇枕になるのか。オカルトポケモンとか出てくるのかな。子供は気にせんやろ。悲鳴を上げてるのは大きいお友達の面々かと。今度はサトシの子供がとか熱いやん。サトシの手持ち歴代最強パーティーだなとは思ってたが。ポケスペ形式にしておけばよかったのに。ポケモンマスターになるにはポケモンたちのことよく知らなきゃ。ってことでサトシはポケモンになるんだろうな。20何年かかってやっとポケモンマスターになるのか。よかったよかった。大人サトシを師匠枠にすればよくね。ピカチュウはいつになったら雷中に進化するの？え、不思議されたっけ。サトシ卒業なら初めからアニメやり直してほしい。ポケスペか原作準拠で頼むわ。ポケモンってもはやドラクエや FF みたいな感じだな。サンムーン面白かったからもう一周頼むわ。次の相棒はトゲデマルトでデンネ、どっちかね。サトシってポケモン何種類持ってるんだっけ。世界一になったらどこかでジムトレーナーにでもなって次の世代に託すエンドでは。サトシはダースベイダーみたいに闇落ちして再登場してほしい。マジかよピカピー。ピカチュウも初期とは別の生き物になってんじゃん。もう次の主人公いるからいつ退場しても問題ない。サトシは強くなりすぎた。次の主人公はピカ様だな。サトシ、嘘だよな。目指せポケモンマスター。